ヘンリー・ドレーパー。ヘンリー・ドレーパーは、アメリカ合衆国の医者及び天文学者である。天体写真の天文学に応用を進めた。没後アニージャンプキャノンや、エドワード・ピッカリングによって、分類、整理されて発表されたものが、ヘンリー・ドレーパーカタログとして知られる。ニューヨーク大学の医学、科学の教授のジョン・ウィリアム・ドレーパーの息子として生まれた。父親は1840年頃、 望遠鏡を使った月の写真を初めて撮ったことでも知られている。ヘンリー・ドレーパーも医学を学びベルビューの病院で働いた後、1872年にニューヨーク大学で医者と薬学の教授となった。1857年にアイルランドの天文学者ロス教を訪問し、2年後、父親の施設天文台にダニエル兄弟の助けを借りて天体写真撮影に適した。 望遠鏡を設置した1870年にさらに後継の大きい望遠鏡を設置した。1872年に恒星のスペクトル撮影に成功した。1874年の金星の日表通貨の写真観測を指揮し、1880年にオリオン大成分の写真を初めて撮影した。1874年にはスクラデナック兄弟と土星を 初めて撮影した。水星ののスペクトル撮影も行った。ロッキー山脈での観測で病を得て休止した。没ごみ防人によって資金が提供され、天文学の発展に貢献に対して贈られるヘンリー・ドレーパーメダルが設けられた。ありがとうございます。